こんにちは、ミックスカフェです。この日は朝活38回目です。新しい沖縄の姿を広げようとする方々に出会って、でもう少し沖縄で頑張ると、決めたでということだ。で、何を言いたいかというと、この左系と戦うのは難しくなかった。実は問題はその動かない補修系、その正しいことを言わない、正しいことをやれない補修系が元か。そしてこの映画の、ですね、ソングを歌っているポチスコヨシヨシさんという、ですね、お二人の美人、超美人たちが読み込みないしょ、お話ししたり。この日のゲストスピーカーは中村悟さんです。いずれ野口さん、野口監督とここで話していただこうと思うんですけども、で先ほど松尾市議がそのご案内を配っていたんですけども、来月は神戸で上映するんですけども、それについて何か紹介してくれませんか。ロバート・エルドリッチさんの紹介で中村悟さんのお話、そして拉致問題を心にもう思う人々が寄付を募ったり、多くのたくさんの人の力でできた映画です。もともと中津先生がお話しくださったのは恵みへの誓いの映画の話。新鮮というか一番見えてきたのは、その海兵隊のオスプリが沖縄に配備をした時に、ものすごくメディア、全国のメディアがおかしかった。で、もっともおかしかったのは NHK だった。で、この、もちろん公平な報道は重要ですけれども、どう見ても公平ではなく、さらに真実ではないことが多かった。で、そこで沖縄の、いわゆる保守の方々、あるいは一般県民がもう我慢できないという感じだった。で、立ち上がって真実は何かという、動きが私は、特にその時から感じていた。で、そこでこういう真実を本当に知りたい、日本の報道について考えさせられるエルドリッチさんの話、そして中村さんの話、何が真実かしっかり自分で確認を取っていく必要性があるなと考えさせられました。沖縄が復帰できないっていう大変なような状態になった時に、このここに書いてある早期復帰を願って陳情団が東京に来た時に、この大和新聞ご存知の方少ないと思っていらっしゃいますか。高坂市の大和新聞です。今土屋さんが編集を、土屋元都議会議員の方が編集長をやってますけども、この大和新聞だけがずっと同行取材をしてまとめたんです。ここに革命闘争へ世論操作と、ここに書いてあるのが面白くてですね、日米同盟の深い信頼と協力によって全国民の悲願であった沖縄の祖国復帰が国会の実現しようとしていると。で、ここで書いてあるのが、新報とかタイムそうですね、沖縄の朝日新聞という表現に書いてますけども、これが革命闘争に世論を操作していると。私が沖縄の新聞の記念され気がついた時に、沖縄の新聞はこれは、ただ偏向報道じゃなくて、もうこれはもう革命闘争機関紙だということを言ってたんですけども、気がついたらもう50年以上前に同じことを言ってたんですよ。50年以上前から革命闘争機関紙だと。
で、なぜじゃあ新興財務官が沖縄の政府が、もしくは沖縄の政治がそういうふうに連れたのかっていうのがなかなかわからないんですね。これをちょっと調べたんです。で、これを調べると1964年、これ私が生まれた年、私が生まれて3日後の人民日報にこのような新聞を発表したんです。これ、訳すると、これ毛沢東ブログの中です。毛沢東ブログとしてこれ残っている記事なんですね。これ毛沢東文集第8巻、中国で書いてあります。毛沢東文集、これ毛沢東大先生の言葉だからこれ消せないんですよ。消せないんですけど、こう言ってるんですね。人民日報で、中国人民は固く日本人民と偉大なる愛国闘争を支持する。日本の人々が1月26日に開催した大反米デモは、偉大なる愛国闘争である中国人民を代表して日本の英雄の皆様に敬意を表明します。最近日本では米国に対して大規模な大衆運動を開始し、米国の F-105G 型核搭載戦闘機と原子力潜水艦の日本駐留を反対する、全ての米軍基地の撤去要求と米軍武装部隊の撤退の要求からが出して、日本の領土沖縄の返還要求、日米安全保障条約の廃止等々、全てこれは日本人民の意思と願望を反映している、中国人民は心から日本の正義の戦いを支援しますということを毛沢東先生に言ったんです。で、この後にこの日本の愛国者を応援をする100万人大集会が天安門広場で開かれたということらしいんですね。びっくりする話じゃないですか。ただ私ここで言うのは、まあ、よく最近中国が琉球の主権は問題が未確定だとかって言ってるんですけども、外務省の方が頑張ってほしいですね。何を言ってるんですか、まさか毛沢東男性たちと違うと言わないで言い返してほしいですね。これは毛沢東先生が沖縄の日本返還を支持するってここに書いてるじゃないかって、これをコピーしてつけてほしいですね。この中に尖閣も入ってるって言ってほしいんですけど、でもう一つびっくりするの切手を見つけました。中国の切手だけど日本語が書いてある切手があるんですね。中国の記念切手、1965年、翌年の記念切手です。ここ見てください、沖縄書いてある。中国の記念切手ですよ。この日中日青年友好大交流会みたいなのがあって、まあ社民党の人たちがみんな中国に、まだ国交回復前だけど中国に行って、岸本来大先生から言葉もらったということがあって、なんか喜んで帰ってきたというような、そういう時代があるんですけれども、この時にはこういうスローガンですね。スローガンなんですね。中日両国人民は団結して共通の敵である米帝国主義に反対しよう。共通の敵と、これ統一政府の戦い方として統一戦線っていうことを言ってるんですけども、要は多数派工作をするために、なんか同じこれだったら手を組めるというところがあれば、これ一本で団結しようぜって言って統一戦線、まあ、保守は大同団結って言うんですけど、最後は統一戦線です。この彼らの反米統一戦線の中に、まあ、沖縄がバーッと入ったわけです。これは沖縄県民の日本人としての愛国心を、日本に復帰をしたいという愛国心を利用して統一戦線を張ったわけです。これが沖縄海戦です。この時にじゃあ日本の愛国者は何をしてたかって分かりますでしょうか。真実を見極める目、それがとても重要なことだということを中村悟さんは教えてくださいました。人は沖縄の人たちは先住民族だと思ってませんので、ただ私たちは戦力弱いんで、まあ、どうやって新聞にこの問題を書かせるかっていうところに頑張ってるところなんですね。沖縄で先住民族韓国撤退議員連盟作って、知事に公開質問状を出したりなんかやって、まあ、ようやくゴキブリのようにこの韓国撤退間違ってるとかってこう慌てて出てくるんですけども、これがもし表に出てきて、今政府の方もしくは県議会の方に要求しているのは、
この沖縄の人たちを先住民族とする国連勧告は誰がどのように動いたから、勧告が出されるようになったのか、調査をして県民に説明してくれと。で県議会では一切議論をされてないと。この民主主義のシステムの一番大事な県議会でも他の市区町村、市町村議会でも全く議論されてないのに一方的に出されたということは、これは民主主義を崩壊をさせると。だからこれはどのようなプロセスで出せるようになったのか、調べる必要があると。これを今県議会に出しているんですけれども、これもできれば今度は皆様と一緒に協力して国に出したいんですね。このプロセスがはっきりすればアイヌ問題も解決するし、極論言うともう拉致の犯罪者のところまで掘り起こして北朝鮮の悪事を表に引きずり出すことができるわけですよ。もう根は一緒ですから、ただ沖縄の方は県民が分かれば、県民が気が付くところまでなんとか運動ができればこの問題を解決できるんじゃないかなと。これも結局沖縄の人、外国国連から先住民族って言われて放置してると。これも中村さんから感じたのは、沖縄を守りたいという思い、そして日本が大切だという思い。この動画がいいなと思ったら高評価お願いします。そしてチャンネル登録もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。